さあ、今回使用しますのは川崎の忍者 ZX25R ですね。 SE、 こちら250のね、4気筒ということですけども、あ、やはりどっしりとした感じがありますね。ハンドルも低くレーシーなポジショニングですね。そして4気筒の音、ちょっとステップもなんか上の位置にあるような印象きますね。うわ、すごいな。さっきまで乗ってたバイクとはまるで別物ですね。いやー、先ほどまでね、ホンダのレブル250、そして CL250、GP350 という順番で乗ってきたんですけども、まあ、乗車姿勢からまあもちろん全然違うんですけども、やはり4気筒 250cc ということですけどもね、非常にね、ここに重みを感じて、なんかどっしりとね、安定感を感じますね。ハンドルもセパハンで、レーシーなポジショニングということでね、あ、これ本当にね、コーナーリングがすごい安定してますね。なるほど、同じ 250cc のバイクって言ってもね、ここまで違うのかっていうぐらい違いを感じますね。まず単気筒と4気筒の時点でね、全然違いますけども、あとこの ZX25R は最高出力が 15,500 回転で45馬力、最大トルクも 13,000 回転ということでね、先ほど乗った GB350 とはね、もう真逆を言ってる感じのね、対照的なバイクですけども、もう今でもね、普通にね、もう軽くアクセル戻してても5000回転とか言ってますからね、今7000、8000あたりでも、まだその最高出力のね、半分ぐらいしか回転数いってませんからね。やはり4気筒独特の音っていうのはあるんですけども、大型バイクの4気筒ほどのね、こののぶとい音っていう感じではないですけども、クォーっていう、あれを思い出しますね。 GSX-S7 半乗った時のあの吸気音にちょっとね、クォーンっていう、今でもまだ12,000 回転なんで、まだですね、まだ最高出力の 15,500 回転には3,500も及んでないということで、レッドゾーンもこれ17,000 回転からレッドゾーンということですね。いや、面白い、やっぱりね、ここまでぶん回せるとね、高回転まで、まあ今アクセルをガバッと開けてもね、ダイレクトにこう反応してくるっていう感じはさすがにないんですけども、4気筒の特性ということでね、じわじわじわっとね、回転数が上がるとともに加速するっていう感じなんですけども、あ、ブレーキもすごい安心して止まれる感じがしますね。なんかこの作りがしっかりしてるというか、大型バイクに乗ってるような雰囲気、まあ初めて乗った時も同じような印象を受けたんですけど、なんかミドルクラス650とかあたりのね、大型バイクに乗ってるような、そんな感覚に近いですね。この重量感、決して重たくて操作しにくいっていうわけじゃないんですけども、なんかこうどっしりと安定感がある感じなんですよね。やっぱエンジンが4気筒で大きく重たいんでね、単気筒のバイクと比べるとね。いやー、面白いですよ、やっぱりワインディングはこっちの方が面白いですよ。さすがに6000回転、7000回転、先ほどの GB350 はもう5500回転でね、最高出力だったんで、すぐにボボボボってこうレブリミット当たってシフトアップしないといけなかったんですけども、こちらはこういうね、タイトなワインディングでもシフトアップせずにね、
引っ張って引っ張ってぐんぐん加速するって感じですね。引っ張れば引っ張るほどどんどん力が増していくというね、最高出力の15,500回転に近づけば近づくほど気持ちいい音と気持ちいい加速感、いやー楽しい。250の4気筒いいですねこの後ね CBR250RR2 ダボにも乗るんですけども、また違った感じのねエンジン特性ですけども、いや久々にこれ 25R 乗りましたけど面白いですね。気持ちいいですよ。いいですね、やっぱ4気筒の250、これはこれで面白いですね。あの私はスズキの GSR750 っていう4気筒のバイク乗ってるんですけども、ここまで引っ張ることできないですからね。結構斜めになるな、結構斜めになるな。いやーデザインが素晴らしい。このフロントマスクもね、このエッジの効いたね、かっこいいですよ。マフラーサウンドね聞いていきたいと思います。私身長 173.6 センチなんですけれども、足つきを見てみたいと思います。フロントまでちょっと重み感じるかな。あでも足つきはね、あの今のところ一番ではないか、レイブル250の次に今のところいいですね。乗った順番で言うとかかとべったりつきますね。あそうか、これクイックシフターついてるって言ってましたね。乗車姿勢はねこれぐらいですね。結構まあ前傾にはなりますね。でこれもタンデムシートもかなりね小さいですね、細くて。まあそもそもタンデムするようなバイクでもないですけども、あでもここはしっかりとねビローンとつかみやすくなってますね。さあそれではスペックのね気になるところちょっとチェックしていきたいと思います。最低地上高が 125mm ってなってますね。かなり低めですね。そしてシート高がねやはり 785mm ということで、かなりいい部類ですね。車両重量は 184kg ということで、 250cc の割にはね重たいですけども、まあ4気筒のエンジンなんでね仕方がないですね、そのあたりはね。燃料消費率、燃費の方が 60km 走行時で 24.6kg、 WMTC モード値で 18.7kg ですね。まあ、250なんですけども、ちょっと燃費はあんまり良くはないですね。エンジンの方は水冷4ストローク DOHC4 バルブの4気筒ですね。最高出力の方が 15,500 回転で48馬力、ラムエア加圧で49馬力ですね。最大トルクの方が 12,500 回転で22ニュートンメーター。あれ？これなんかあの、年式によって違いますね。先ほど 13,000 回転だったんですけど、何年モデルかによってね、最大トルクの回転数がちょっと若干ね、違うようですね。燃料タンクが15リッター、レギュラーガソリンですね。そしてフロント、ラジアルマウントのね、油圧式ディスク。フロントタイヤ幅が 110mm、 扁平率 70% の17インチ、そして ABS もちろんついてます。そして倒立のフロントフォーク、リアも ABS ついてまして、タイヤ幅は 150mm の扁平率 60% の17インチですね。なんといってももうデザインがね非常にかっこいいです。あもうフェンダーとかもこれかっこいいですね。この辺のカウルもね、こういうところとかもね、ここはちょっとねダイヤモンド形状のこのザラザラとした感じでね、ちょっと滑り止めのような感じの作りになってますね。そしてマフラーがこれショートタイプですね。そしてスイングアーム 250cc ですけどもね、作りはしっかりとしてますね。この辺もね重厚感がありますね。メーターオンにします。このような形でねタコメーターがねアナログ、スピードメーターはデジタルといったね、アナログはねなかなか人気ありますからね、タコメーターがこのアナログっていうのはいいですね。でこのねセレクトボタンを押すと、この F っていうのがフルパワーと、今点滅 F してますけど、もう一回あ押すと KTRC トラクションコントロールか、この F が点滅してる時にこのね上下のボタンでねこれを押すと F がロー、そして上を押すと F フルパワーですね。この2段階、そしてもう一度セレクトボタンを押すと、このトラクションコントロールがね3段階 1,2,3 と3段階ありますね。今真ん中の2で走ってますけども、意外とね
4気筒なんでもっと熱が来るかなと思ったらね、全く今熱を感じてませんね。むしろなんかひんやりしてるぐらいな勢いっていうか、ひんやりサラサラな印象ですね。まあ長時間乗るとまた変わってくるとは思うんですけど、まあ、30分ちょっと乗った程度ではね、特に熱は感じません。あ、太ももの裏あたりからちょっと熱が来てるか、ほんのり。まあ ZX25R も前傾姿勢にはなるんですけど、意外と思ってるほどきつくないかなっていう印象ですね。なんか CBR250RR に乗った時の方がすごい前傾っていう印象はあったんですけども、まだなんかこっちの方がスッと入ってくるっていうか、いけるんじゃないかなっていう、長距離でもそんな印象がありますね。なんかどっしりしてるから安定感も相まって、意外と長距離でもなんかいけちゃいそうですね。ただやっぱりこの太ももの裏あたり、後ろの方からなんかお尻のあたりからもわっと熱は来てますね。今さすがにこれだけ4気筒のね、高回転まで回るエンジンとなると、まあ、馬力もね45馬力でしたっけ、びっくりですよね。さすがに15,500回転まで引き出せる場所もなかなかないとは思いますけど、やはりこの大型でね、4気筒とか乗られてる方なんかも、こういう回せない フラストレーションをね、ZX25R250 の4気筒で、音はすごい飛ばしてるような音するけど、意外とスピード出てないっていう、気持ちよくね、高回転までぶん回せるんで、そういう気持ちよさ、楽しさがありますよね。やっぱり250の4気筒っていうのは独特な楽しみ方ですね、これ。まあ、大型バイクでここまでね、4気筒で、高回転まで引っ張っちゃったらもうサーキットっていう形になっちゃうんでね、公道では走れないっていう。さあ到着。